とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーで2ついいものが出るまでやめられません。やっていきます。シーズン6になって、一度やったんですけども、4時間ぐらいかかった。やっぱり、ちょっとね、周回の時間が、シーズン5よりもね、5分ぐらい長くなってんのよ。それのせいだと思うんだけども、なかなか厳しいです。今日はすぐ出てきてくれれば嬉しいけどね、最速だったら30分で終わるんだけど、頑張りましょう。行くぞ。30回到着ですね。ビーストバーストもいけるし、怒りでもいけるような感じに来ましたけども、ビーストバーストでいいか。ダイナモをね、20まで貯めるのはちょっとね、時間がかかっちゃうので、もうビーストバーストで一発で吹き飛ばします。お、びっくりした。サークルが1個しか出なかったからさ、なんか1体しか出ないかと思ったらちゃんと出たね。よし、では見てみましょうか。2回で終わればいいけどな。1発目、おお、来たかもしらん。これは、こっち側はさ、クールダウンついてるでしょ？ということは、影にもクールダウンがつくんじゃないの？これ。おっ、ないか。まあまあまあ、エンチャントが微妙だしね。やっぱり俺ね、影の衣も相性悪いんだよな。まあいいや。星なき夜は、どうだ？ああ、黄金じゃない。エンちゃんも若干微妙だね。クリティカルはいいとして、真ん中がダメだもんな。いや、これはダメだ。はい、ということで、今日もやっていきましょうか。二ついいものが出るまでやめられません。行くぞ！おー、出たね。でも、エンチャントはダメだよ。エンチャントはダメだけども、出たね。いやー、昨日に続き、バブルバースターが、やたら出る。今回、バブル、厳選しやすいかもしんないな。いや、わかんないですけど、昨日から、4回目だもんね、これ出たの。まあまあ、当たりは少ないけど、いやーでもこれ物が出るってことはすごくいいね。他は？あー、ダメだな。ダメです。いやーでも、バブル期待できるかもしんない。次行こう。出ないなー。もう5回来てるんだけど、出てきてくれないなー。クールダウンがつかない。シーズン6はクールダウンつきにくいやつかな？ 5 はつきやすかったんだけどね。今日はちょっと時間がかかりそうだわ、これやばいな。ほらほらほら、またこういうのが出ちゃう。バブルバースター、ここ2日で5回登場したよ。でも、エンチャが微妙なんだよ、もう。ダイナモついてるなら貫通ついてくれ。マルチショットついてるなら、バーストボーストリングついてくれよ。ちょっとね、残念ですね。ダメだ。ショートボーない。フルメタル、おお、クールダウンついた。いや、でもな、フルメタルはもう、クールダウン2ついてる、カバンビルド用のやつ持ってるんですよね。あれ最高なんだよね。これか、まあまあ、でも、クールダウン付き珍しいし、ちょっと今日は妥協をします。これで、1個目、よろしくお願いします。でも、バブルバースターマジで出るから、次期待できるわ。では、とりあえず、まず、これ、ゲットです。おお、出ましたね。出た、出た。さっき出て、次の周回でまた出ました。クールダウンショット、アーティファクトチャージ。いや、でもこれもともとロールチャージついてんだよな。バーストゲイルボーか。あ、でもコメントであったな。バーストゲイルボーの、
クールダウン編成プラス怒りを使ってみてくださいとあったね。なんかすごい使いやすいみたいで、いいんじゃないですか。使いやすそうではあるよね。まあまあいいか。これはありだと思います。ゲット。結構早く終わったんで残り3回行きます。来たぞ来たぞ。残り3回行きます。ヤギ、もともとクールダウンついてるけど弱い、いりません。ケイブクローラー、意外と好きだけどもクールダウンなし。怒りどうだ。お、黄金じゃん。しかもあ、リフレッシュついてる。あー、痛みサイクルが同じについたか。で、一番左が旋風爆発、右がクリティカル。そうだね。吸血かダイナモがついてくれればめちゃめちゃ嬉しい。どうだ。あー、同じようなやつ持ってる同じようなやつ持ってる。いやでもいいよ、全然使えるやつゲットです。おお、じゃあ残り2回いきます。2回目。ああ、これはダメだよ。これはダメさ。よくないね。間違いない、よくない。ではラスト、最後なんか来てくれれば嬉しいけどな。今日最後だ。おお、来た。クールダウン出たね。クールダウン来た。次は、黒狼はなしだね。ああ、ダイナモがついてる。これ、黄金でクールダウンついてれば結構良かったかもね。シナジーついて、雷フォーカス、防護。タイタンは、クールダウン？そうか。これはあれだね。怒りと合うやつか。まあダメージ軽減ついて、武器ダメージ 20% アップ。で、クールダウン、毒フォーカス、霊気かな。まあ無難に強いんだけども、俺はこれの上位互換の、あれだもんね、フルプレートを持って、フルメタルか。あれ持ってるんだよな。だからまあ、いらないけども、まあこの中だったらこれかな。いや、全然使っていけるやつだと思いますよ。全然使っていける。けども、今持ってるやつの方が上なので、いらないっていう感じか。でも使っていけるんで、当たりと言っていいんじゃないですか。ゲットです。はい、戻ってきました。結局のところ3時間ちょっとかかりましたね。うまいこと2時間半ぐらいで、終わったなと思って、まあ、最後3回。追加でやってみて、でそこでもなんか意外とねいいのが出てよかったです。今回のシーズン6は結構出るのかもしれない。特にバブルバースターが狙い目なのかもしれないです。まあまあわかんないですけどね。まあ、とにかく、2週間、もう2週間ないか、10日ぐらいかありますので、毎日毎日周回していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。